何を初めに聞いてたかっていうと、俺たちキンクスがやったら好きだよ。細野さんともその当時からの付き合い。そうだね。もうその頃から幸男とも知り合いだったの。要するにそこでハッピーエンドとサディスティックレコード。そう。吉田拓郎プロデュースドラマがした時に、林と僕と茂と、あと松任谷、正隆で、結婚しようよをレコーディングしてるんだよね。ユーミンのデビューアルバムってプロデュースが確か釜谷さん。いや面白い時代だったよ。でももうあのウッドストックに俺はやられたわけでしょ。そうだよね、オリンピックからうわーってきて、全部その文化が変わっていくとか、ね、レコーディング方法も変わったり、アニマルズやったりとか、ゾンビーズやったりとか、やっぱりビートルズなんじゃないのかな。やっぱビートルズだよね。